どうしたんだそんな顔して。あ、朝日さん、へえ、メイド。いえ、副業は問題ないんです。それじゃあどうして。カナタ、なんか、はい、お断りし、毎日が元に戻ったと。だったら探しに行こうか。ありがとうございます。で、声をかけてきたの。コビに。ってことはあそこしかないな。電気街口の。やっぱりここだったか。もしかして働いてくれる気になったか。いえ、そういうわけでは。にゃにゃにゃ。朝日さん、少しだけ。え、いいけど。本当かにゃ。はい、本当なんです。そういうことなら仕方ないにゃ。こっちこそ勘違いしてごめんにゃ。いえ、それでは失礼し、すみません。何話してたんだ。それは、それは、ま、それなら仕方ないな。ふう、ごめんなさい。なんだ、人気だな。でも断るんだろ。いえ、それは、だけどとっても元気のいい。もしかしてなんとかす。はい、そうです。だったら心当たりがありすぎる。買い物してくる。ごめんなさい。マジ。はい、マジです。大丈夫っすよ。そのくらい気合でな。え、さすがにそ、うん、しょうがないっす。本当にごめんなさい。話は終わったか。はい。だけど一体何を。もう朝日様は分かって。それじゃ自分は仕事で、これで終わりか。あと、もう一回。それじゃ、そのメイドさんのと場所だけは覚えています。とりあえず探しに行ってみるか。じゃあ暇つぶしてくるわ。はい、ありが。なるほどね、そういう子ね。何人か働いて。え、だけど。うん、もちろん。まあ、ごめんなさい。それでもやっぱりはず。そこまで嫌なら。ちゃんとお店は聞いたか。はい、
丈夫です。なんだあそこか。コノト、ごめん、話したくないことだけど、朝日さんは話してくれるのか。やっぱり無理です。コノトのやつ、ま、お礼って？この前一緒にメイドさんを探し、そんなお礼なんていいのに。どんなことでもします。どんなことでも。朝日さんはどんなことをさ、ああ、なんでも、どんなことでもいいんです。例えば秋葉原。え、もしかして。ああ、いや、ありがとう。それじゃあ。はい、喜んで。だけどどこを案内してくれるんだ。でしたら僕なりに、まずは中央通りの、セーブはちゃんとこまめにしておきましょう。妄想球に入られるのなら準備を忘れなくです。パーツを買ってパソコンを強化しましょう。まずはこちらで。ここって、ここ地下闘技場。は？地下闘技場？噂でしかありませんが、とあるメイドさんが買って、どうやら そんな嘘ですが、噂の目、まあ、知らず。それじゃ、つセーブはちゃんとこまめにしておきましょう。妄想球に入られるのなら準備。朝日さん、着きます。着いたって。実はこのビルの秘密の、何でも天才的な、いや嘘だろ。どうなんでしょうか。ですが病気も消ったけど治せない。このと次の朝日さん、セーブポイントです。忘れずセーブしましょう。妄想球に入られるのなら。朝日さん、鉄道模型。はい、まさか日本刀と。はい、売ってますよ。危なすぎ。ですがその店主と、もしかしてそれ。ヘイ、ナイス。この人です。うん、知って。なんだ。いや、お断りします。そうか、それは残念だ。だが、ちょ、からだ。はい。はあ、朝日さん、カナダこそ随分余裕。どう、あ、いえ。まあ、面白かったよ。やっぱり。ん、もしかして。あ、いえ。コナダ、何を見てるんだ。あ、朝日さん、それを。あ、はい、そうです。毎年こ、ああ、それなら知ってる。カナダならいい。理由も保証します。そうだ、せっかく出場。え、衣装リピョン作ってくれるの。はい、もちろんです。それはお悩みでしたら。だったらソルジャーズゾーンでも行くか。待ってください。え、いっ、あけ。
から、いい。はい。服が売ってる。よし、着いた。じゃ、早速かな。ストップです。え、衣装は私たちで見に行くわ。まあいいけど。朝日、すねるなっち。ピン君も留守番よ。ちぃ。じゃあ俺たちはカメラを調達して。わかった、終わったら連絡する。オイラも行くっち。ピン君、お前は俺と一緒だ。はいはい、それじゃあ中央通りのホスマップに行くぞ。服が売ってるっち、オイラもおしゃれするっち。のはいいけど、俺カメラ詳しく。だったら俺が選んでやるよ。なんだ、詳しいのか。ありがとうよ。これでいいだろ。レイジ助かったよ。あ、リッピョンからだ。あ、朝日さん、リエたちの方は終わりま、お洋服もちょうどいい感じのがあったので。あ、よかったな。それじゃさっさと戻る。パソコンショップっち、強化しておくっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。よかったな、ちょうどいいのが見つかったみたいで。これなら絶対に似合うはずです。そんな。その衣装見たいっち。え、生着が。それもそうね。あ、もちろん向こうの部屋で。もう知らねっち。それじゃ行きましょう。はい。ちピン君。ちなんだよ、丸着声じゃん。でも、ウエストも細いわね。だけど、お、どうしたんだ。え、あれ性別欄の、うん、嘘でしょ。嘘だろ。そういうことなら仕方ないね。いえ、か大丈夫っすよ。え、さすがにそれ。それじゃあカナタが断りたか。ですが病気も怪我も綺麗に治るし。だけど治す。カナタが治したかった。まあ面白かった。やっぱり知らなかった。あの、はい、もちろんです。もう知っちゃったよ。当たり前だろ。だってここはスミレの。こんなに可愛い子が。